強いられた人々ドスタフスキー前回の続きからですそれじゃあなたは八時半までしかアレクサンドラ・セミオノブナが私に例の玉上のお茶を出しながら 泣き出さないばかりにおどおどと哀れっぽい声を張り上げた。くよくよするな、さあシェンカ。ふざけてるんだよ。マスラボーエフが言い出した。行きゃしないよ。ふざけてるのさ。まあそれより君聞かせてくれないか、ワーニャ。どこへしょっちゅう出かけるんだね。 どういう用事があるのさ。聞かせてもらえないかね。毎日どこやら走り回っているが、一体仕事もしないで。なぜそれが知りたいんだい。もっとも後で話はしようけれども、そんなことよりとにかくあ、あれほど僕は家にいないと言っといたのに、なぜ昨日やってきたのか聞かせてくれたまいよ。 後で気がついたんだ昨日はつい忘れていたよ。用事もあって実際君と話したかったんだが何はさておきアレクサンドラセミオノブナを慰めてやる必要があったのさ。お友達にあんな方がいらっしゃるのになぜお呼びしないのと言われてね。そうなったら最後もう4日4番。 君のために責められ同士なんだよ。それでね、勘断して一夜明かすのもまんざらでもあるまいと思ったのさ。で、僕は戦術を用いて置き手紙を書いたんだ。来てくれなければ何もかも水泡に帰するといった具合にね。私は今夜そんな真似はしないで。 地下に告げてほしいと頼んだ。とはいえ、彼のこの説明は十分私を納得させなかったのである。じゃあね、今朝はどうして僕を避けたんだい私は尋ねた。今朝は実際用があったんだ。何にも嘘は言わんよ。 王と一緒じゃなかかったかい「うちのお茶お気に召しまして」「甘ったるい声を出してこの時アレクサンドラ・セミョノブナが聞いた」「もうこれで5分間もそのお茶を褒められるのを待っていたのに私はうっかりしていたのである」「素敵ですアレクサンドラ・セミョノブナ」 大したもんですね。こんなのいただいたことありませんよするとアレクサンドラセミオノブダは満足しきってその方をあからめ二杯目を注いでくれるのだった公項だってマスル・ボーエウは叫んだ「あの公釈はね君。 そりゃ「悪党の食わせ者だよ」「それでだ僕は断っとくけどね拙僧の面からだけでもやつの同類とは思われたかないよ」「これだけ言えばたくさんだろう」「もう言わんぜあの男のことはこれぐらいしか言えないよ」ところが僕はわざわざ君んとこにあの男のことを聞きにやってきたんだ」 別のお話もあってね。まあそのことは後としてだ。なぜ昨日僕もいないのにエレーナにキャンディーくれたりあの子の前で踊ったりしたんだい。何の話を30分もあの子と喋ったんだい。エレーナっていうのはね11か2の小さな女の子でイワン・ペトロービッのとこに。 ここ当分世話になっていたんだマスラボーエフはふいにアレクサンドラセミオノブナの方を振り向いてこう説明した「見たまえワーニャ見たまえ」彼女の方を指しながら言葉を続け「僕が知らない女の子に飴玉やったと聞いたらすぐあんなに力むんだ」 まるで僕らがいきなりピストルデモをぶっぱなしたように震え上がって真っ赤になってさ目の玉をあんなにギラギラしちゃってもうしょうがないやアレクサンドラ・セミオノブナ隠せるものでもないしあれは役立ちでね11の小娘だと説明しなかった日にゃ 早速髪の毛を引っ張り回したに違いないんだそうなりゃベルガモットも用をなさないのさ今だって用をなしませんともこう言うとアレクサンドラ・セミオノーブナはお茶のテーブルの向こうから一足飛びに私たちの方に飛んできてマスロボウエフにその首を を隙も与えずひとにぎり紙の手をひっつかむとぐいぐいと引っ張ったのであるあんだったらあんだったらあたしがやきもち焼きだなんてよくもお客さまの前で言えたもんだよくもよくも言えたもんだ彼女は顔を真っ赤にして笑いさえしたものの マスロボエフはしたたかやられたのであるチさラしのことは何でも口に出すんですものねムきになって私の方を見返りながら彼女は言い出したなあワーニャ僕の生活はこんななんだよだから動っかなしじゃいられないのさ。 マスロボーエフは髪を直しながらかけるように瓶の方へ浮きかけてこう言ったところがアレクサンドラ・セミオノブナは先回りをしてテーブルに駆け寄ると自分で注いでやったばかりか優しく彼のほっぺたをこずいたくらいなのであるマスロボーエフは得意の表情で 私にちらりと目くばせしたが、ちっと舌打ちすると、もったいぶった調子でその杯を飲み干した。飴玉のことはよく思い出せないね。私に並んでソファーに腰を下ろしながら彼は言った。おととい、酔っ払ってて、八百屋で買ったんだろうが。 どうしてなのだか知らないねもっとも幕国の商工業維持の目的であったかもしれないけど確かな話はわからないね覚えているのはただその時行かれちゃって往来を歩いていたんだがぬかるみに落ちてさ髪をかきむしりながら自分のろくでなさ加減に泣いたってことだけだよ もちろん、飴玉のことは忘れていたのだが、昨日までポケットの中にあったんだろう。たまたま君んとこのソファーに腰を下ろしかけて尻に敷いたというわけさ。踊ったっていうのもやっぱり酔っ払った始末だよ。昨日はすっかり酔いが慌っちゃってね。酔うとよく、腰を楽になって踊り出すのさ。それっきりだよ。 E